はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、みやびチャンネルのみやびです。今日はね、愛知県西尾市とは蒲郡市の、三ヶ根山にね、来てます、まあ、ちょっと山頂の駐車場からちょっと歩いたところなんですけど、見ての通り、ここすごい景色がいいんですよね。今これ機械式のスタビライザーつけてるんですけど、ちょっとご覧の通り風がね今日すごい強いんですよ。でこういう時はなんか外部マイクにウィンドウジャマーをつけるべきなんですけど、これスタビライザー使ってるとこれ本体以外ね、ストラップとかあんまりなんか余計なもんがつけれないっていうか、説明書につけないでくださいって書いてあったんで、今日これ実はカメラ本体だけなんですね。マイクも内蔵のやつ使ってて、ちょっと風がないと、このスタビライザーの威力を発揮すると思うんですけど、ちょっと今日台風の影響でさ、でこれちょっと今手ブレ補正なしで撮ってるんですけど、どうですかこの安定感、ちょっとなんかゆらゆらしてる。設定が悪いのか分かんないですけど、はい、こんな感じで、とりあえず今日ちょっとここさ、ドローン、飛ばして空撮する予定だったんですけど、ちょっと風で煽られてしまうので、ちょっと今日どうしようかな、もちろん何にもないんですよね。ちょっと午後バージョンで、廃墟探索、建物を外から見るだけなんですけど、あとハイスポットね、どんな感じかね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ちょっと歩いてみたんですけど、もしあれなんか見つけました、アサギマダラ平市っていう、これ変わった、あんな感じの、こういう蝶々がいるということで、今日天気がね残念ながら曇りなんですね。でちょっと風の影響で、あんまりちょっとナレーションとか、ちょっと聞きづらいかもしれないと思うんですが、ご了承ください。ここもこれ1軒目の廃墟か、これ1年ぐらい前、1年ちょっと前かな、ここちょっと来てるんですけど、これこれ放火されたっぽいですね。
結構これ廃墟マニアの人になんか、探索してる人がいるんですけど、こう今ちょっと看板立ってると思うんですけど、中に勝手にね入らないの、普通の人は入らないと思うんですけど、中入って、なんか砂漠来ると、結構違法行為になってしまうんでね、こう道路から撮ってる分には問題はないと思うんですけど、もうこれなんか骨組みだけに、前ねなんかここにガラスのさなんか窓枠があったんだけど、これ綺麗になくなっちゃってるんですよ。これが、なんだ、三金茶屋、なんか喫茶店と、なんかプチホテルか、民宿がなんか合体した、お店だったらしいです。ちょっと詳細がよくわかんないですけど、こんな感じの、ちょっとなんか今日雨降りそうだわ。すごいなんか安定してます。でもうちょっと下降りると、なんだ、あそこの、ここがさすごい、去年の6月だったかな、来た時すごいボーボーだったんですね。さっきなんか草刈りの人が山頂をちょっと今これちょっと風がある時はさ使えねえわ、すごい景色すごいいいんですよね、ここ。一応なんかこれ入場料が420円なんですね。あれ前なんかもっと高かったような気がしたんですけど、で夜8時でもこう閉まっちゃうんで、昔はなんか夜もうなんか出入り できてたみたいなんですけど、最近はなんかね、多分なんかああいう荒らしをする人がさ、なんか廃墟に火つけたりする人があるもんで、次ちょっとここの、サンマルエンホテル、まだ残ってましたね。ここへちょっとね、ちょっと近くまで行ってみようかと。ここ来たらね、ちょっと廃墟を見とかんとね、私も気が済まんというか。合法的にね、廃墟を楽しむという。でここ、ここはなんかサンマルエンホテルっていう、ちょっと下ここも結構なんかすごい廃墟マニアの人たちなんかね、人気のスポットで。
ちょっとここも中に勝手に入って、なんかやってる人いますけど、ちょっとそれはちょっとダメなんで、まあ、ここから道路からね、眺める程度にしておいてください。まあ、ちょっと、廃墟なのはいいんですけど、私もちょっとあの敷地さ、入って、撮りたいんですけど、まあ、ちょっと自分でなんかいろいろ調べて、市役所の人に聞いたんですけど、やっぱりちょっとね、私の力では、撮れそうにもなかったんで、やっぱりなんかこういう廃墟とかはなんか難しいね、なかなか撮影は難しいね。とりあえずまあ、こういう風の強い日、強い日はもうスタビライザー使えない、ね、煽られちゃう。なのかなんかわかんないんですけど、なんかちょっとくすんでるっていうか、これもなんか平和の。なんか俺神社が建つのかな。だいぶ前から看板立ってるんですけど、ここはなんか廃墟マニアになんかすごい人気のサンマルエンホテル。中入ったりしないようにお願いしますか。からどんな感じかな。
なんか歩いてたらこれ見晴らし台、うん、っていうのがあって、ま、前もなんかこれ気になってたんですけど、まあ、ちょっとそのままなんか通り過ぎてしまって、ちょっと今日これ、うん、なんかなんだろうね、ちょっと行ってみたいと思います。展望台かや、なんか下に猫の餌がいっぱい置いてあるんですけど、なんだろう、なんか見晴らしのいい、なんか上になんか上がっていけるみたい。全然安定してますね。まあ、階段登ってます。スタビライザーね、使ってこっちか。蜘蛛の巣がさ、あるんだな。あ、すごいな、なんか。あ、ここいいね。あ、やっぱりなんか、僕伊吹山も行くんですけど、やっぱりここの景色、うん、綺麗だわ。安いしね、なんか420円でいろいろ楽しめるんでね。どんな今日これちょっと初めて行くんですけど、これは相当なんか期待できそうだぞ。ちょっと登っていくのは大変だけど、よいしょ。蜘蛛の巣があるってことは誰もあんまりそういう上まで行く人もいないってことか。すげえな、黄色だよ。わかりますか、これ絶景ですよ。で、この木の枝がちょっと邪魔くさいんですけど、これでなんか晴天でくっきりしてれば、うん、なんだこれ、アンテナかな、何のアンテナだろうね。次第は、あ、ここっぽいね。はい、お、来ました。
けど、どこ行くんだろうな。ちょっとなんか画面が暗くない？ちょっと暗いぞ。ちょっと明るく しようか。こんなもん。まだ暗い。照明もさ、何も持ってきてないんで、これどこ行くんだろう。ちょっと登山道っぽいな、これ。まだちょっと ひょっとしたらこれなんか どっかに続く登山道かもしれないですね。ちょっと今日軽装なんで、まあとりあえず見晴らし台だけっていうことにしておきます。はい、ようやくね、第3の、ハイスポット、ロープウェイの跡地かな、うん、で入り口のとこ来たんで、今ねカメラ回してるんですけど、今日、風、今もちょっとピューピュー吹いてるんですけど、今日風吹いとらんかったら汗だくだよ。今もちょっと暑いくらいだもん。ちょうどなんか扇風機の風になんか当たってるみたいで涼しいですね。ほんとなんかすごい景色がすごいもういいんですよね、ここ。20円でこれは結構楽しめちゃいますよ。じゃあちょっと行ってみましょうか。まだ行けるんかな。道はあるみたいですけど、去年は別に普通に行けたんで、ちょっと暗いから、まあ、F2.80350、日中なら
照明なんか、もうすぐだ。ちょっと。ここは。ちょっとこの巣はなんともならんな。なんかすげえでっけえな。すげえでっけえ雲が。ハイスポ探索の雲の巣がつきものなんでね。サクッと行きますよ、もうサクッと。よいしょ。あー、また邪魔だ。クモの巣がどうしような。さて、ちょっと通りますよ。誰も来てねえのかな、ここ。この巣が張っとるってことは誰も来てないんだよね。はい、はい、スポット、ようやく、到着しました。はい。ここなんかいつもあんまり景色、あ、でも、まあ、結構綺麗だね。ここがね、あのハイロープウェイの跡地になります。ちょっと、明るすぎるか。調整がこれちょっと難しいんだよね。明るすぎても景色が今、F2.80 デジベルの線。暗い？このままか。0デジベル500です、ね。前回なんかあのこんなになんか草生えてなかったんですけど、でもやっぱりこういうところ絵になるわ。
なんか日が差してるとさ、暑いから今日こんな感じの天気でよかったんかな。涼しいもんね、ピューピュー風が。じゃあこんな感じで戻りますか。はい、F2.8、0デジベル250、どうでしょうか。ちょっとねこれあのプラス補正でこれ取った方が綺麗なので、油断してるとなんかとんでもないもんだけど、疲れた。よし、終了。じゃあとりあえず今日サンガネさん飛んでるなこれ。最後ちょっとオートでいくか。あれなんかオートにしたったら暗いぞ。これあかんだ。廃墟探索、ハイスポット探索ね、してみたんですけど、本当なんかすごい景色のいいところで、今これ12時ぐらいなんですけど、12時ちょっと回った時間、今日は水曜日か。10月5日、もう本当か、今人が全くいないっていうわけではないんですけど、ここなんかもう貸し切り状態なんで、まだちょっとね、これ今日本当ここで初めてスタビライザーちょっと使ってみたんですけど、
ちょっとこれ、ね、練習すればうまく取れるかもしれないですね。はい、いかがだったでしょうか。じゃあ、この辺で、ね、動画の方、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。